はい、ということで皆さんこんばんは、リリチョウでございます。今回ですね、タイトルにもある通りペットシミュレーターわらしべ長者をやっていきたいかなと思います。わらしべ長者って知っていますか？そもそもめちゃくちゃもう何もない状態からこうどんどんブツブツ交換をしていったんですよ。物をブツブツ交換していったら最後はめっちゃまあ高級な豪華なものが手に入ったと、まあ、そういったお話、昔のお話があるんですね。ペットシミュレーターでもそのわらしべ長者できるんじゃないのかなって思いついたので今回やっていきたいかなと思います。簡単に言うとですね、今回私用意しました最強ペットわらしべです。ペットシミュレーター界で一番強いと言われてるペットじゃないですか。これをどん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 リスナーさんとブツブツ交換していきます。最初わらしべを別の人間に渡しますと。で、交換してもらったやつをまた別の人と交換して、別の人と交換して、交換して、交換してっていうのを繰り返した結果、最終的にどの強さのペットで、何の種類のペットで、どういう名前のペットにたどり着くのかっていうのが、今回の検証の内容になっております。はい、ペットを交代していくだけなんで、比較的参加しやすいということで、今回はですね、皆さん、ミルダムで配信をしているということで、今ミルダムにですね、何人ぐらい、160人ぐらいのリスナーさん今回集まってくれてるので、リリチオの頭お花畑うるせえよ、誰でも吉田、160人のリスナーさんと企画をやっていきたいかなと思います。何回わらしべするかちょっと決まってないですね。結構長くやろうと思うんでやっていきたいかなと思いますんで、よかったら皆さんね、チャンネル登録と高評価ポチッと押しちゃっていただけると嬉しいです。ではやっていきましょう。いきなりね、視聴者入れると困惑する人いると思うんで、一旦動画班何人か、ナオとリトルとソーマ、ナオくんはマイクラ動画班で、リトルとソーマがロブロックス動画班ですね、に来てもらってるんで、一旦交代していきましょう。じゃあナオくん行こう。ナオくん、じゃあ早速やっていくね。どれひいき、ナオくんと交代で、簡単だから、要は簡単なんですよ。このはい、わらしべを渡すね。おお、いいんじゃない、これ。いきなり強くなったんちゃいますのこれ。さあ1回目のわらしべで来たのがこちら、ナオサンタです。サンタの足、キラキラ、ペットはランダムにダイヤモンドをスポーンします。めっちゃ強そうじゃない。うわー、このまま終わりてー。はい、はい、わらしべが来ました。ナオくん大事にしてね。ナオくんはもう今後わらしべしか使っちゃダメ。他のペット使うの禁止、ダメ。アップデが入ってもこれ以外使っちゃダメ。使ってしまったらマイクラ動画班から首。いいね。はい、ということで、今のナオサンタを渡していきますか、じゃあ。はい、じゃあ、ナオサンタ渡、はい、なるほどですね。はいはい、なるほどですね。最初に渡したわらしべが3だったんですよ。1になりました。なんか下がったね。わらしべの一番最初のスタートラインより以下になったよ。グヘヘじゃねえよ、お前。何言ってんだ、お前、こら。なんだけど、皆さん、うちにはですね、まだ、スーパールーキー、スケルトンソーマがいます。骨にもらおう。さあ、このリトルを渡すんですね。はい、もうスケルトンソーマからもらうべ。何か、おー、いいねー、リリ。今多分動画ポンって合ってるけど、こんな感じですね。はい、こういうのを次はリスナーさんを入れてやっていくというような形になっています。ただひたすらトレードをし続けるわけですね。なのでやっていきたいかなと思います。じゃあリスナーぶち込もうか、早速。さあ、リスナー来たぞ、リスナー来たぞ。楽しみだね。だからこのペットが何になるかが大事なんよ。 100T とか1000ティーぐらい、1000ティー、1000ティー、1000ティー行こう、1000ティー。だからじゃあ一人ずつやっていこう。来ましたね。では、リリを渡していきます。行ってこい、リリ。919名が何になる？来い。いきなりこれ杖作るんちゃう？これ。あ、あー、よかった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 。おい、ペットもらわねえで、こいつ。このペットだけもらおうとしてたぞ。おい、わらしべ長者じゃなくて、お前、盗もうとしてただろう、おめえ。ということで、これが来ました。お祝いエルフ、ジャ、3.11B です。まあ悪くはないね。それではこのお祝いエルフを渡していきます。 3.11B が実験用になりましたね。はい、ということで、はい、1に戻りました。俺は本当に長者になれるのか、お金持ちになれるのか、俺すごく心配になってきましたね。まあまあ皆さん、でも大丈夫です。まだ終わってないです。実験用なんで、まだまだいけます。いきましょう。じゃ次の方。じゃあこの実験、おー、オーマイガー、3のペットがいきなり 11.2T だよ。いや、これ夢あるね、マジで。これ終わっていい、これ、もうこれ終わっていい、これ。俺じゃなくて次もらうやつが 11.2T なんだよ。これせこすぎやろ。だって次のやつやってくよ。じゃあ、うわ、もったいねえな、 11.2T なのによー。じゃあ次行こう。はい、この方。まあ 2.1B ね。まあ下がったけどね。まあしゃあないな、しゃあないな。あ、こっちくれるのか。あ、どっちや。あ、
6点、まあでも悪くはない、全然ジョいいですね。いやー 11.21 なんだったけど、まあまあ仕方ないですね。ありがとうございます。もらいましょう。じゃあこれを 6.61B 強いんだけど、さっきのさ T のやつで霞んでるんよ。さあこの調子で、はいソースさん、はいソースンゴーさん、おこれはおいおいおい 8.04B、ちょっと進化したね。でかつ星が2になった。レジェンダリーザビエルが当たりました。はい、鹿のザビエルが当たったということで、第1周目リスナー第1周目に関してはこんな感じです。まあ上がって下がってを繰り返してるかもしれないですね。逆にさ、みんなさ企画的には良くねえか。リスナーはリスナーでさ、レアなペットがもらえる可能性があるんだよ。わらしべの主人公自体はリリチョウやけど、リスナーにめっちゃ強いペットがあげれる可能性もあるわけじゃん。強いペットを持ってる人間に関してはさ、あげるあげるみたいな感じでくれるわけやん。で逆に弱いペットを渡してくるってことは、あんまりやり込んでない子やから、あめっちゃ強いペットもらえるやんみたいな感じで喜ぶわけやん。はい、じゃあ1周目で渡すのが忘れた子に、じゃあこのザビエルから渡していこう。おおい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 、クマすごいよ、ほら虹色に光り輝いてます。レアって書いてる。さあここで終わりたいところなんですけれども、終わらないのがわらしべ長者です。じゃあ次のリスナーさん渡していこう。マジでこれ最後俺の元には何が残るんだろうな。はい、じゃあいきます。ちんたら走るな。なんだその顔は、こんな顔で見んじゃねえよ、こっち見んなお前。1になっちゃったよゾーイ。でも待って、でもささっきのリスナーさんさ 1T のペット手に入れてるから、ほらほら夢がありすぎるこの企画。ほら大喜びしてる、ほらリスナーさん、ほら。じゃあこの1位が何になるかやっていこうか。おおいいねいいねいいね、全然いい全然いい、まあ、悪くないんじゃない。ちょっと位が上がった、全然いい。だって1が 560M だよ、夢あるよね。どうぞ。いいね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 、まあまあまあ560から 4M だけど、まあまあ全然いいだろ、全然いい全然いい。そこまでなんか大きくずれてない、そこまで折れ線グラフは下には下がらなかった、全然いい全然いい。しかもエピックだしね。さあ行きましょうか、次の方レッツゴー。どれになる。おお、え 63B ってやばくね。オッケーオッケー、進化したぞ。おおになってる名前、おお。はい、ということで2周目はこんな感じでした。まあまあまあ いい感じっちゃいい感じやな。はい、 63B ということで、まあ全然強い、なんならここで終わってもいいぐらい。なんかやべえやついるぞ、みんな君はやってくれそうだな。ではやっていきましょう、第3周目です。はい、さあまずは 63B からスタートしました。 63B がまあまあまあ 25K か、まあまあいいでしょういいでしょう。リリー君はラッキーだな、リリちゃんよかったね。ほら強いやつがもらえてる。俺がいる、俺がいない、これ気のせいか、なんかドッペルベンガーがいる。なんだ何なんだお前は、お前は誰だ偽物とじゃ交換するか、次じゃあ偽物、あとじゃあ偽物と交換しよう。じゃあ君にこのヘルフをあげよう。じゃあ、あーオッケーオッケー、 B に戻った B に戻った、ハッキングされた、あらいいね、ベリア。じゃあこの 11.3B をあげます。ええ、おいペット出してくれ、おい今のでいいだろ、なんでだよ今のでええやん。何かがおかしくなった、いやおかしくねえよ、どこがおかしいんや。えげつねえ強さ持ってなかった、ちらつかせてんじゃねえよマジで、おい期待させんじゃねえよ。まあまあいいでしょう、 3.52T も強いからねみんな。 3.52T が何になるのか、多分動画ではモザイクかかってますよ、動画ではモザイクかかってるんだけど、どうなる。お、これはいいんじゃない、みんないいのではいいのでは。なんとですね、はい次のペット 5.31 です。さあ 5.31T がどれになる。さあ 5.31T が 64.3B、 まああれ T と B ってどっちだっけ、あれ T の下が B だよね。はい、ということでビリオンに下がっちゃったんですけど、まあ全然強いよ。いやだからみんな感覚が麻痺してくるよね、全然強い。これをじゃあ 64.3B がどれになる。おお、これはこっちかな、多分いいね、 7.61T だ。はい、ということで全員渡しましたね。ということで3周目の段階で今 7.61T になりました。いいですね、悪くはない、全然悪くはない。さあリスナーが喜ぶことになるのか、私リリチョが喜ぶことになるのか。おっとおっと、これはこれはこれは来たんじゃありませんか。なんと皆さん316HB、 300今16つだな、361ですね。いいね、サンタの足、これなんかナオくんが最初くれたやつだね。うわ 361B がどれになるんだろうね。おおおおおおお、これは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  368B、 ちょっと進化した、ユザヌー、うん、ヌーなんで伸ばした。さあどれになるかやな、さあ来い
どれになる？どうせ他の人に渡すんでしょ？お前の元では働けないんでしょ？そんなんでいいんだ。逃げるなよ、リリチオ。っていうか、めっちゃ見てる。めっちゃ見てる、こっち。さあ、ということで、このね、1を上げます。大丈夫です、皆さん。まだ終わりませんから。はい、オーケー。これ、待って、26.1T! えぐくね？今までもらったペットの中で多分一番強いペットだ。いいの？本当に。しかも名前リリピオだし。はい。ということで、じゃあこのリリピオを渡していきます。リリピオを渡していきますね。手放したくないのですが渡していきましょう。189B。あってなんだ。あってなんだ。名前あってなんだ。そんな 189B がどれになるのか見ていきましょうか。189B が、はい、全財産になりました。はい、 6.63K。 本当に全財産？本当に君の全財産？なんかめっちゃ強いのもらえてるね、君ね。よかったね。喜んでるけどさ、普通にさ、ここら辺にいるやつじゃないの？うん、ここら辺にいる 2.7K とかが全財産。本当かお前。本当だろうな。お前嘘ついてねえよな。なるほどね。まあまあまあ、信じよう。君を隠したね。おい、隠したぞ、みんな。おい、お前何してんだ、お前。お、なんで隠してるんだ。はい、ということで、もうしまわれましたね、完全に。あれ、ペットをね、中にしまわれました。ちょっと怪しいですね。ちょっと、彼は怪しいですよ。まあ、視聴者がね、大喜びということで嬉しいですね。はい、次、行きましょう。次のペットが、なんとですね、はい、ラルセイというね、可愛いウーパールーパーということで、88B です。はい、さっきよりはマシになりました。全然いいですね。さあ、88B が何になるか。おい、おい、おい、ちょっと待って、おい、お前、ふざけんじゃねえ、お前。今、30T いただろ、おめえ。ジェナじゃないよ。これ、ウサギない。これ、ラビットないよ、おめえ。じゃあ、もう一周していきましょう。次の週やっていきます。さあ、またおい、なんか、おい、みんな待てよ。買ってるぞ、なんか、俺の偽物がよ。ハゲチオって俺のことバカにして、なんか、買ってるぞ。お前、渡す気だろ、おめえ。おい。なんか、大丈夫かな？これ、俺、大丈夫なのか、本当に。はい、ということで、皆さん、現在のペットに関しましてはですね、こちら、はい、3ということで、元に戻ってる状態ですね。元通りになっちゃったんだけど、これを、あと1周で最強にします。皆さん、任してください。ということで、やっていきますか。一人ずつ見ていきます。じゃあ皆さんやっていきましょう。ラストの週です。レッツゴー。一人ずつやっていくね。じゃあまずこのジェナ。まあ確実に3よりは強くなるやろ。お、はい、ということで3が、大切。うん、渡すな。名前が大切なら俺に渡すな。企画に参加するな、お前は。大事に取っとけ。なんで大切なものを渡すんだ、お前は。なんか俺がなんか悪いことしてるみてえじゃねえかよ、それ。なんか申し訳ない。なんか大切なものくれました。渡すな、重すぎる。わらしべ長者には重すぎるんじゃ。はい、ということで、次これ、千鶴に渡します。これ、マイクラ動画班ですね。ちょっと偶然入れたんかな。はい、ということで、千鶴からもらったのが、はい、ウパルパのレオですね。47.2K です。もうちょっとさ、マイクラ動画班ふざけられなかったのか、千鶴。待って、この週で終わるんやぞ。何になるか楽しみよな。え？はい、あげるな。72T です。過去最多じゃない？これ。めちゃくちゃ強いんだけど、ちょっと待って。72T? 俺聞いたことないぞ。うわ、この子最後にすればよかったじゃん。衣装木材だけどさ、君すごいね。何者なんだ、君は一体。ということでね、ここで逃げちゃダメということで、あげるなって言われてるんですけど、まあ企画なんであげていきましょう。よかったね、君。ライキング。君 72T くれるの？なるほどね。犬田さんになりました。はい、1です。ふざけんじゃねえよ、もう、ほら。おい、さっきの子からもう一回もらえない？ダメ？今のやらせにしてさ、もう一回撮り直せないか、撮影を。ビリダム視聴者、ダメか。もう一回撮り直せねえか。ということで、じゃあ、犬田さんをあげましょうか。じゃあ、確実に、オッケー、犬田よりは強くなったぞ。犬田さんが、なんと、はい、殺し屋になりました、皆さん。2.38B、死にガミ。オッケー、いいね。確実に強化されました。いい、素晴らしい、素晴らしい。まあ、1よりはマシだよね。次の方、2.38B が何になるのか見ていきましょう。見てるぞって、お前がな、うん、お前からは逃げられないのか。またお前、俺を捨てるんだろ？他の人に渡すんだろ？俺は何回だってやってくるぞ。お前は逃げられないからな。何をどう渡そうとしても、わらしべ長者をどれだけ頑張っても、お前はやってくるんだな。見てるぞって、怖いなぁ。え、50人と交換してるんだ、今回。さあ、ということで、はい、見てるぞの猫ちゃんから、なんとですね、皆さん。恨まれている猫を渡したことによって、こちら。手下が手に入りました。1.21T。レア&レインボー。完璧だ。1.21T
1.21T までなったこちらのペットわらしべ長者企画、次でラストとなります。さあ、ハゲチオですね、なんか怪しい行動をしていたんだが何になるのか見ていきましょう。ラストは一体どれになる。なんか2体いるけどね、なんか2体いるよ、1体にしてほしいんだけどね。はい、ということでペットわらしべ長者企画これにて終了なのですが、ラストはなんとこちらです。ジョッシュとリチョコ、バレンタインデー企画の時に俺が一人一人に名前つけて渡した、帰ってきたのかお前リチョコ。おいみんな、バレンタインデーの時のリチョコが帰ってきたぞ。バレンタインデーの時以来なんで2ヶ月ぶりぐらいですかに、あの元いた元に帰ってきました。あの僕の元から帰ってきましたね。すげえ、こんなことがあるんだ。はい、ということでね、第1回ペットシミュレーターわらしべ長者企画、まさかの、リチョコ、バレンタインデー企画の時の、ペットと再会という形で終わりました。しかも持っていたのがあのハゲチオっていう、なんかペット飼おうとしてハゲチオっていうね、確か俺渡したような気もしなくもないよな。まあリスナーさんが得する企画だったよね。だから初心者さんのリスナーさんにはもしかしたら強いペットが渡ったかもしれないし、まあ、逆になんかほらペットあげたい勢もいるわけじゃないですか。あのたくさんくださいみたいな、あペットをリリチョさんにあげたいですとか、リスナーさんにペット配りたいですみたいな、手助けしたいですみたいな、リスナーさんはリスナーさんでまあそれに参加することができたということで、お互いにウィンウィンの企画だったんじゃないのかなって気がします。なのでまあ評判が良かったら第2回もやっていきたいなと思いますので、よかったら皆さんたくさん見てください。またねよろしくお願いいたします。じゃあ第2回やるかわからないけどお会いしましょう。リリチョがお送りいたしました。バイバイ。